はい、どうもこんにちは、ベストの高田です。こんにちは、古達です。まあ、うちの講師やってる、フルノってやつがね、今日はね、新しい機材をね、買ったということでね、ちょっとレビューしていこうかなと思います。これ、買ったみたいです。なんてやつ？クワッドコアテックスですね。クワッドコアテックス、なんか、まあ、すげえマルチってことでしょ？そうですね。俺もね、これね、もう全然弾いたことないんでね、ちょっとね、弾かせてもらいつつレビューしていこうかなと思います。本編へ、ゴー！イエイ。おー、かっこいい。これすごいんですよ。高いな、こりゃ。25万ですね。来た来た来た。これです、これです。バイパスもらってもいい？はい。オフれる？こうすれば多分バイパス。オンにしてもらっていいですか？はい。全部オンにします。全部、まあ、はい、プリセット、プリセット、後で詳しくは。いかついね。ちょっとじゃあ手前から解説してもらおうかな、はい。まず一つ目ですね。ああ、これコンプです。コンプね。うわ、すごい。ちょっと待って。はい、タッチしていい？はい。何これ？これはこうやって選べるの？そうですね。あー、すごいね。オプトコンプか。オプトコンプかけてて、こうやって、ああ、ここでショルド、うっ、こうやって分かんの？そうなんですよ。賢っ。これすごいですね。賢っ。壊したー。数種類選べて、コンプの種類はどんなのがあるの？あ、コンプの種類ですね。コンプここから、チェンジドデバイスで、ここ。なるほど。ね、あ、4つなんだ。これはまあ適当になんか質感が良かったものをチョイスしちゃった感じ？そうですね。なんかこれで完全に決まっちゃってる感じです、ね。あとは、その後何着てるの？あ、これは EQ ですね。こんな感じで。すっごいね。グラフィック、なんか、選べます。こんな感じで。これは EQ 自体は、はい、まあ、9番で EQ があって、そっからチョイスしてって感じか。そうですね。他にもいろいろあるんですけど、うん、EQ も。賢いね。これとかだったら、ダウみたいに操作できます。マジ？これ、どうやってんの？あ、そうです、そうです、そうです。これやっぱローが爆上がりするってこと？多分爆上がりしますね。じゃあこれ、ハイが爆上がりするってこと？多分そういうことですね。もうダウみたいだね。そうですね。賢いね。これが、なんでしょう、オーディオインターフェースにもなるので。こっから？そうなんですよ。このアウトプット、あ、この DIO があるんだ。 DIO もありますし、ここに、USB もあるので。なるほどね。賢いちゃんだね。そうなんですよ。それは便利だな。これさっきのに戻してよ。はい、 OK。 これはオーバードライブですね。オーバードライブ、これ何？マイクロチューブ B3K っていうの、ね。ちょっとこれ送ってもらっていいか？はい。もう B3K って名前出していいんだね。どうなんですかね。なんか他のはさ、なんか、うまいこと隠してあるじゃん。すげえな、これ。楽しいね、パソコン見てるみたいで。結構、使い勝手も良くて。で、これを送ったら、こんな感じですね。あ、OK。はい、送るとこんな感じ？オンにして、で、オンにします。ダフグラスだね。そうですね。ナチュラルにかけてるって感じ、ちょっと。そうですね。なんかこれもあのプリセットで 1,2,3,4 で歪みのバランスを変えてるみたいな感じ。これってさ、位置も変えられるってこと？はい、位置も変えられます。こう、後にも行ったり。一番最後に持ってきて。一番最後ですか？うん、はい。あ、キャビ締めとかの後で来てるから、使い方が違うんだ。で、キャビも後に持ってきて。すげえなー。ちょっと戻してもらって。はい、じゃあ一番自分の気に入ってる位置で、もうちょっとハイゲインにもなるの？ハイゲインにもなります。ドライブを上げると。あんまでも冷たさはないね。そうですね。僕結構好きですね。うん、あって、ブレンドもあります。すごいね。これ基本の他のさ、歪みはあるの？はい、他の歪みもここから選べますね。何系がある？あ、でもベースはこういう感じです。あ、ベースは何だこれ？マイクロチューブ、マイクロチューブの、それもうかかってるの？これ、あ、ごめんなさい、こ
これで使ってます。エフェクトリストみたいなのがあって、なんで、なんかそれ見ながらフワッとはね、ずいぶんそうです、他のもちょっと押してみて、ね、はい、まあ、ファズとかもありますね。すごいね、こんな感じです。あ、よさげよさげ。そうですね、まあこれの B7 系を一番っぽいかなって思って、そうですね、こんな感じですね。次は、次はもうアンプのシミュレーターです。これなんだ、これアンペグか、あれです、アンペグの B15、 あ、 B15 ね、はい、あのチューブのやつ。そうですね、これがかかってるんだ。これ送ってもらっていい？はい、これもオフると、なんかあれだな、冷たいな音な。そうですね、でこれオンにすると、いいねって感じです。やっぱその EQ は補正で、はい、アンプはキャラみたいな感じ。そうですね、僕はそういう感じにしてます。アンプはいっぱいあるの？アンプいっぱいありますよ。なんか、なんか B16 でもいろいろ、すっごいね、まあ、アンペグはアンプドゥってなってますね。アンプドゥになってるんだ。アンプドゥになってますね。アンペグはダメなんや。そうですね、まあ、アンペグ、これなんだろうね、ブリッドベース、ちょっと言ってみますね。まあこれもでも本家がなんかあるんだろうな。そうですね、うん、ちゃんと対応してる説明書みたいなのがあるので、うん、それ見ながらやり合いって話が、まあなんかのモデルが入ってる感じだよね。多分オレンジとかそういう話だよね。そうですね、ああなるほどね。でこれも追加されるとだよね。そうですね、なんかアップデートをやらなんやらとかもありますし、あと何でしょう、あのケンパーみたいにアンプにつないでシミュレートできるの？シミュレートできます、賢っ無敵じゃん、じゃあ。そうなんです。でもこれ1台今？僕は1台ですね。まあだから歪みとかを逆に足すパターンもあるのか、はい、センドがあるもんね。センドリターンも2発多分ついてるかな。ああ、じゃあ、あれか。例えばじゃあ、もう、なんかエフェクターとかを、ファズとかをセンドにかまして、この1個にできるってこと？そうですね。賢いなぁ。すごいです。じゃあスイッチャーにもなるってことだよね、要は、ね。そうですね。もう、なんでもできる。くんみたいな感じです。何でもできるくんだな。ちょっと一回じゃあアンプ戻してもらおうかな。はい、64。何でもできるくんだな。そうなんですよ。66にしてたんですよ。これですね。で、最後はキャビネットですね。これ何？キャビネット。何のキャビ？すごいね。マイクも決めないんだ。そうですね。SVT だと思います。70年。これちょっと送ってもらっていい？はい。SVT の普通の8発のやつか。そうですね、これで、オンにして、はい、で、これで、あマイキングができる。外れれば動画出るって感じ。そうですね、このバランスで決めてるんだ。で、ダイナミック。あ、ダイナミックか、マイクも選べるので、こんな感じですね。これもやっぱ、あれだな、実機ちゃんと見た方がいいな。そうですね。うん、多分普通にダイナミックとか書いても普通の人は分かんないよな。ああ、そうなんですかね。57とか、うん、そう。だからコンデンス、なんかダイナミックの方がやっぱ指向性がさ、単一指向だから、なんか外れて、外れたらなんか音が違くなるから。そうですね、うん、だからその辺はまあ知識ある程度必要なのかなと思うけど、はい、まあ、直感でもでもいけなくない。そうですね、もう聞きながら作っちゃうとかでも大丈夫だと思います。これはミックスしてんのか、これとか。ファンですね。でこれで、あ、これじゃねえわ、どこだ、これで回りますね。なるほどね。これじゃあオフもできるね。できます。こっちだけとか。これは全くオフか、じゃあ。でこっちでどちらかというと、エアっぽく撮ってるってことか。そうですね、こっちでリボンでアタック空気を取って、みたいな。賢いなぁ。チューナーはある？チューナーあります。いや、チューニングしたくて、普通に。これですね。うわ、精度も良さそうだね。結構いいです。ね、うわ、怖い怖い、結構だな。バイオリンで試しても結構良かったので、で普通にミュートできてって感じか。そうですね。これ442とかもいけるわけ。ここで、あ、ここじゃねえな、ここか。本当だ。ここで変えられます。賢いなこれ
これ買うわ、じゃあミュージシャン。いやなんかそうですよ、ね、賢いわこれ。まあデジタル好きやったらなんか佐賀さんのところでも押してた、残り数台みたいな、入会みたいな、結構ミュージシャン使ってるよね最近ね。そうですね、みんな、なんか若手がみんな、あそう、ね、まあ、俺らぐらいというか、なんかやっぱ上世代はやっぱりこういうのに抵抗があるから、あまあ俺らぐらいから抵抗があるんちょっと。なるほど。でもこうやって使ったらやっぱ賢いなって思うよね。かなりいいかな。じゃああれだね、フラクタルと多分これが比較対象になるんだろうね。ああみたいですね。でもなんかこっちの方がいいんじゃないの、知らんけど。比べてる人はケンパーとかケンパーか比べてます。あとはエフェクト、まあベースはそんなエフェクトないか、こんなもんか。そうですね、まああのなんでしょう、ディレイとかリバーブ、ちょ見して、はい、へー、ピッチとかもあるんですけど、ピッチを決められるってこと、まあ、シフターみたいな感じか、みたいな感じです。へー、すごいね、モジュレーション系もじゃあいっぱいある、うにゃ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 ってやつね、コーラス。じゃあこれをさ、例えばさ、はい、この最後にかまして、こうやってオンオフ、オンオフもできるわけ。オンオフもできますし、うん、あと違うアウトから出すみたいなのもできます。はい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 、なるほど、ね、別アンプみたいな。そうですね。あ、なるほどね。まあ普通にじゃあさ、エフェクターをじゃああと3つぐらい増やして、はい、この辺にアサインしてライブ中にブースターとか、ね、なんかファズとかもできること、はい、賢いわ、買ったもんじゃないみたいな。あとどうすか、使ってて便利なところ。え、便利なところやっぱりアウト、そうですね、ダイレクトアウトできるので、うん、だから僕どういう風に使うの、レコーディングの時とかに、うん、そのアウトをこれを今3、4アウトのみにしてるんですけど、うん、アウトプット1から2、これは、DI アウトですね、うん、DI アウトから、なんでしょう、 EQ がかかったやつだけ出して、あ、なるほど、ナチュラルな音だけ1本、そうですね、1から2、こっち、ここ、この辺から出て、そんな感じです。あ、で、エフェクト音が出て、まあ2系統取れるってことだよね。まあ、ああ、合計で4系統取れるんですけど。はい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 。まあ4系統取らねえやな。そうなんです。まあドライとエフェクトみたいな感じで、普通にそういう納品とかで使えるってことだよね。そうですね。あと、なんか気に入らなかったら、LINE の音をリアンプしてみたいなこともできるので。はい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 。なるほどね。じゃあこっちですっぴんっぽくて、こっちでキャラ感のある音を2系統取ってるって感じか。はい、ああ、それは賢いじゃん。でも大体もう最近は上の、もう、こっちだけ、こっちで使っていただけること多くて。うん。まあでも、すっぴん欲しい人もいるよね。そうですね。納品関係はね。うん。なるほどね。賢い。キャビシュミアも結構良さそうだね。結構、そうですね。いろいろある。キャビシュミ見ていい？はい。これでチェンジングですね。ダークグラス。ダークグラス。あ、はい。あ、ごめんなさい。全然違うな。なんかこういう感じで使ってるわけですね。そうですね。あとなんか皆のものに言っときたいことある？皆のものに言っときたいこと、こいつの便利なところ、便利なところ言っちゃったな。どうしようかな。まあプリセット保存できますよっていうのと、あと、うん、これギタリストもめちゃめちゃ使うらしいんですよ。そうだね。このまずこのメーカーギターのプラグインめっちゃいいイメージだよ。あ、みたいですね、うん、DSP でしたっけ。うん、タップもいけんだ。そうなんです。これでチューナです。でディレイがあればタップテンポいけるってこと。これでテンポ合わせてみたいな。うー、賢い感じですかね。そりゃいいわな。なるほど、こんな感じです。あ、どうす。はい、ということで、ネガレーションやってみましょうか。いいんじゃないですか、これ。僕結構好きなんですよ、本当に気に入ってて。でもさ、高いよね。25万。まあでもさ、俺もエフェクター足元にさ全部25万ぐらいかかってますわ。結局さ1台で済むと思ったらね。あとやっぱ2系統取れるとか、すごいね、あのスタジオミュージシャンユースではあるかなとは思いますね。あとやっぱアップでね追加される。あ、そうですね、うん、だから、はい、マルチが好きな人はすげえいいんじゃねえかなと思いますね。だからズームからの、それこそズーム持ってる。あ、そうです、そうですね、ズームの。やっぱズームと比べたら全然、あ、いいですね。あ、そっか。言っちゃダメ。いや、いいんじゃない。まあ値段も違うしな。そうですね、25万相当の力があるそうですわ。ということで、これが気になる人はね、例えばね、もうダークグラスとかさ、そういうなんかダークグラスのメーカーやもんな。そうですね、うん、こういうモダン系が好きな人はすごいいいんじゃないかなと思いました。ということで、お疲れ様でした。いやー、そうですね、最近さ、はい、あれだよな、仕事、別の仕事頑張ってるよ、ね、頑張ってます。まあ若くてさ、まあなんか僕の一番弟子みたいな子なんでさ、この子は頑張ってます。さて、まだいくつ今。え、これ言っていいんですか。いいんじゃないの。二十歳です。そう、二十歳なのね。二十歳で結構ね、仕事を頑張ってて、何系やってんすか今は。
アイドルが多いですね、やっぱり。それ自分に取ってきてんの？そうです。すごいよね。やっぱだからさ、はい、営業する大切さって、あー大事ですね。ね、もう一日何件も DM 送って DM 送ってみたいな感じですね。あ、そう。それ大変だわな。でもそれでやって自分でもうなんとなく飯食えてるわけ。そうですね、音楽制作の会社を友達と立ち上げて、うん、そこでなんかまあマージンやらなんやらいろいろありつつですね。ああ、いやでも若い頃からねそれが、まあ、二十歳なんて俺もう何したんだろうな。いやなんかタバコ吸って酒飲むのが幸せだった人生だわ。でもそうですね、タバコは幸せです。ってことで皆さんもこの動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録してください。バイバイ。